皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。板橋の岡です。さあ岡君、はい、何ですか今日の板は。今日の板ですね、キャピタのスプリングブレイクっていう板です。スプリングブレイクっていう板ですね。キャピタのスプリングブレイク、キャピタの中にこういうパウダーボード系のアウトラインをした板で、パウダーボードと言いながらも結構ゲレンデでもフリーランして面白い板じゃないですか。そうですね、なんだったらこういうパイプ、今日パイプに来てるんですかね、パイプなんかでも結構楽しめる板となっております。これから我が君これ滑っていますので、皆さん滑りチェックしてみてください。こんな感じだね。だいぶこう立体的なターンができます ね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は スプリングブレイクの日でございました。テールがないだったらこんな感じなんだよね。だいぶこうスライドと立体的なターンといいますかね、うん、体の倒し込みとか、うん、ああいうパイプみたいな立体地形の中でも体がこう立体的な動きをしやすくって、あのテールが引っかかるみたいなことがパイプ結構あるじゃないですか、うんうん、スラッシュしたりなんちゃい全くないので、あれこんなに簡単に仕掛けられるのっていう、あの壁のビッテリーも、うんうん、結構パッて抜けてる感じが驚きました。すごかった、面白かったです。いいよね、あれすごい良かったです。まだ見てないですけども楽しみにチェックしたいと思います、はい、っていう感じで、普通にキャンバーボードのラウンドボードを持っててセカンドボードみたいな位置づけで、ちょっと柔らかめの機械車倍につけてセカンドボード、サードボードの位置付けとして、うん、スプリングブレイクのこのパウダー系っていうんですかね、はい、この辺はスラッシュスラッシャーっていう、スラッシュスラッシュスラッシャースラッシュスラッシャー、はい、どんだけスラッシュしたいんだお前はっていうスラッシュネーミングからもうどんな板かが分かるような、はいはい、ラインナップですね、はい、ぜひですねこういった、面白さのある楽しさのあるスノーボードも僕らは広めていきたいなと思います、うん、はい。すごい速い飛んでる人が来ました、驚きましたなのでぜひぜひ皆さんキャピタのスプリングブレイクっていうシリーズチェックしてみてください、はい、で乗った感じユニオンのフォースくっつけるともう最高のセッティングが出来上がるなと思いましたので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。お願いします。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。ツイタースの岡でした。